完成した手ぬぐいの泡はこうやって優しく体につけるようなイメージでしっかり洗っていってください。または背中ニキビが気になる方はこれを全面的に伸ばして気になる背中の部分にのせるとより効果的です。こうですね、こういうイメージですね。はい、しっかりとのせて 1,2 分経ってから洗い流してください。おすすめです。